このビジネスがうまくいけば月に100万稼ぐのなんて簡単だし、秀才の俺になら簡単にできるはずだ。ここから人生逆転するぞ。ブラックワールド。俺の名は山口ニート。でもただのニートではない。エリート大を出た秀才で、社会に出たが俺の才能を理解できない人間との関係が面倒になり、半年で退社してやって、今は実家でニート生活をしているが、俺はこれからビッグになる予定で。あんたいい加減にしなさいよ。毎日毎日ゲームばっかりしてないで働きなさい。今時お金を得るために汗水流して働くなんてナンセンス。もっとスマートに生きないと。汗水流して働いてるお父さんのおかげで生活できてるくせに何言ってんの。スマートに生きたいならまずはその出っ張ったお腹をなんとかしな。げんねんね。ああいうこと言われるとプレイに影響出るから嫌なんだよな。デリカシーがなさすぎるんだよ。ほらミスしたじゃないか。くそ、俺も一人暮らししようかな。今は金ないけど。どうした？動きにキレがなかったけど。親が働けって言ってきてさ。労働なんてバカらしい。考えが古臭いんだよな。ああ、その気持ちよくわかるよ。ウエストガーデン、通称 WG は俺のオンラインゲーム友達。頭も良くて、俺と話のレベルが合う数少ない友達の一人で。だから、俺は不労所得で生活してるんだ。不労所得？不動産でもやってるのか？レインズってネットワークビジネス知ってる？レインズ？名前だけなら聞いたことあるけど、要はネズミ子だろ？ WG が違法なことやってるなんて幻滅した。待て待て。ネットワークビジネスとネズミ子には決定的な違いがあるんだよ。ネットワークビジネスは違法じゃない。ほう。まず、ネズミ子がなぜ違法なのかの説明から。ネズミ講は商品などは取り扱わず、入会費のみで稼ぐビジネス無限連鎖講と定義され、勧誘できる人間に限りがあるため、いつかは破綻するビジネスだから違法とされている。それに対してネットワークビジネスは実際に商品を取り扱う、ゆえに商品がある限り破綻しない、つまり違法性はないんだ。へえ、分かって。それで本当にこの仕事は稼げるんだろうな。どうせ自分より先に始めた人より儲けは少ないんだろう。それはその人の頑張り次第としか言えないな。誰でも稼げるわけではないし、君の言うことも一理ある。早く始めたやつが有利になるのは仕方ない。これはゲームと同じだ。それが分かってるなら1秒でも早く始めるのが賢いとは思わないか。ええ。それに先に始めたやつより稼ぐ方法だってある。無理強いはしないが、興味が湧いたらいつでも声をかけてくれ。上を追い抜く方法があるのか。誰かの指示に従って働くのが苦手な俺にとってはいいかもね。話だけでも聞いてみるか。俺は早速 WG に興味があることを話すと、会って話そうと言われ、家の近くの喫茶店で待ち合わせて。こうしてオフで話すのは初めてだね。僕は西園。ねえ、山口。WG で西園ってまた安直な名前だね。僕こそキャラネームだと思っていた山口が山口のままだなんて思わなかったよ。ねえ、それより隣のきれいな人は誰？僕のパートナーの月野さん。はじめまして、月野です。二人はどういう関係？月野さんと僕は恋人同士だよ。イチャつきたいだけならよそでやってくれよ。違うよ、彼女はビジネスパートナーでもあるんだ。一緒にレインズの素晴らしさを分かち合いたくて来ました。疑問に思っていることは何でも聞いてくださいね。じゃあビジネスのシステムを教えてくれ。レインズで取り扱っている商品は高品質で高価格。それを販売していくと商品ごとにポイントが決められていて、そのポイントを稼ぐことによって毎月の決算時に現金へと換算される。価格が高ければ高いものほどポイント還元率は上がるよ。販売って言っても俺は店なんて持ってないぞ。会員がやることは口コミだけ。
商品に興味を持った人が購入することによって紹介した人にポイントが入るシステムだから店はいらないんだ。でもそれって人に押し売りするってことだろ。嘘をついてるみたいでなんか後ろめたい気持ちが。嘘をつく必要はないんですよ。山口さんが本当にいいと思った商品だけ口コミすればいいんです。自分の好きなもの、いいと思ったものはみんなに教えたくなる。これって普通のことじゃありませんか。僕たちがやっていることは芸能人が CM に出ていることと何ら変わりはないんだよ。どういうことで。芸能人だって自分たちが信用できる会社や商品だから自分の顔を出して宣伝する。消費者はこの芸能人がおすすめするならと購買意欲が湧く。売上が伸びて企業からお金が支払われる。僕たちもマスメディアを使っていないだけでそれと同じことをするだけなんだ。これって誰か間違ったことをしているかい。いや、それじゃあもう一つ上を追い抜く方法があるって本当か。ああ本当だよ。下が頑張っているのに上は何もせずお金を稼いでいたら不公平だろ。頑張れば独立できるシステムになってるんだ。それって現実的に可能なのか。もちろん僕でもできたからね。そうなのか。この人から山口さんはとても頭のいい人だと聞いています。きっと山口さんなら不可能ではないと思いますよ。そうかね。俺友達とか少ないけど。今はネット社会、 SNS を活用すればそんなハンデは取るに足らない問題だよ。善は急げですよ。じゃあやってみようかね。そうと決まれば早速この書類にサインして始めよう。俺はこうしてネットワークビジネスを始めることにして、まず本当の感想を口コミするために自腹で商品を購入してみて実践。いいところを探していく。初期費用が結構かかったけど、親の方から仕事をしろってうるさく言ってんだから、これくらい負担してくれるのは当然だろう。このビジネスがうまくいけば月に100万稼ぐのなんて簡単だし、トップのレイナって謎の女は数億稼いでいるとか、秀才の俺になら簡単にできるはずだ。ここから人生逆転するぞ。最初は作成したホームページに真面目に商品のレビューを書いていたが、全然誰からも連絡が来なかった。そこで西園に相談すると、それじゃあ次の手だ。 SNS を活用して商品だけじゃなくネットワークビジネスとしての宣伝も入れてみよう。商品に興味がなくてもお金には興味がある人が来るかもしれない。みんなお金は好きだろ。確かに。顔出しと実名で活動することを勧められて若干抵抗があったが、その方が信頼性が増すと言われアカウントを作成。さらに稼ぎたい人限定、月収100万円を稼ぐたった10のやるべきこと、副業の方が稼げる時代が到来、100万円儲けたニートな俺のマル秘メソッドと、紹介文には強気の文章を使って、これも勧誘成功率を高めるためらしい。その上タイムラインには定期的にホームページの URL を流したり、借金、副業など金に困った人のつぶやきそうなことを検索して引っかかった人に片っ端から DM を送ると返信が何通か来て。アカウントの画像本人ですか？キモいですね。いきなり DM とかかなり鬱陶しいのでやめてください。似たような冷やかしの DM があまりにも多かったから、ネットで拾った画像とその人の名前を使用すると、今までの苦労が嘘のように情弱な人間がうじゃうじゃ現れて、商品に興味があるもの、ネットワークビジネスに興味があるもの、どちらにせよ俺にとってはいいかもで、雨が降り注ぐように金が溜まっていく。これがレインズか。もう月に100万稼いでるぜ。はじめまして。あなたはお金に困っている人を助けてくれると聞いて DM しました。新たなカモ発見。ご連絡ありがとうございます。私で力になれることがあるなら何でも協力しますよ。実は打ち子のバイトをしていたのですが、ギャンブルなので損益が出ることもあるのが当たり前なのに、
その分を利子つけて300万円払えって言うんです。僕が負けたのはせいぜい10万円程度なのに。それはひどいですね。働いても働いても返せる気がしません。これって本当に返さないといけないんでしょうか。完全に詐欺だね。しかしここで返さなくていいなんて言ったらせっかくのカモが逃げちまう。そうですね、これは難しい問題なので、どこかの喫茶店で一度お会いしませんか？ありがとうございます。よろしくお願いします。熊本さん、こっちです。あれ、なんか画像の人と違いませんか？本当に光一さんですか？実は私、今回の件で手助けをするように仰せつかった山口と申します。私はその道のプロなので、どうかご安心を。よかった。それなら心強い。今回の件について、おおよその話は聞いてます。なんとかなりませんか？そうですね。1円たりともお金は返していませんか？それが、怖くて少しだけ払ってしまって。そうなると、300万円は熊本さんの借金であると認めたことになり、払う意思があるという意思表示にもなってしまって。残念ながら払わないといけませんね。そんな、適当なこと言ったんだけどね。いくつか熊本さんを助ける手立てはあります。本当ですか？例えばネットワークビジネスをしてみるというのはどうでしょう。ネットワークビジネス聞いたことはありますけど、僕にできますか？もちろん、絶対稼げてすぐに300万円なんて払いますよ。それじゃあネットワークビジネスやります。情弱はネットワークビジネスという言葉すら知らない。俺に担がれているとも知らずに商品を買い、本当に儲かると信じている。儲けているのは俺だがな。こういう気弱そうな奴は会って話せば勧誘もしやすい。ありがとう、養分ども。それからの俺の業績はうなぎ登り。お金もどんどん稼げるようになり、宝くじも当たりまくり。君は僕よりすごいな。君にこそ月乃は似合う。月乃をあげよう。山口さん、よろしくお願いします。仕方ないね。女の子にもモテまくり、高級マンションの最上階で夢のような生活をしている。レインズと出会って人生が変わった。ありがとう、レインズ。とはいかず、 SNS を活用した戦略も限界があり、伸び悩み停滞。それどころか少しずつ業績が落ちていって。最近調子が悪いみたいだね。どうしたんだい？ SNS での活動も限界かもしれない。そうか。それなら今は大きく動かず、既存のメンバーを大切にするんだ。直接会ってアドバイスしたり、食事をして信頼を深めるのもいいだろう。それができないんだよね。どういうことだい？俺は顔と名前を偽っていることや活動方法を商談して。顔が見えないのをいいことにそこまでしてしまうとは。 WG がやれって言ったんだろ。僕が言ったのは SNS を活用しようってことだけだよ。これも匿名性を利用した立派なネットの活用方法だろ。顔だけで人を判断するバカどもを釣っただけだ。君はもっと頭のいい人だと思っていたよ。もうネットワークビジネスから手を引いた方がいい。僕との関係もここまでだ。なんだよあいつ、いつか俺に追い越されるのが怖くて逃げたね。すぐにお前を見下してやるよ。ほら見ろ、新しいカモからの連絡だ。俺は俺のやり方でのし上がってやる。儲かると聞いて始めましたが、全然儲からないのでやめます。え？いやいや、ちょっと待てよ、これからだろ、もっと頑張れば。それから続々と儲からなかった、やめろという内容の DM が殺到して。噂通り儲からないんですね、やめます。ちょっと待ってくれ、噂って何のことで？知らないんですか？ある人が今、光一さんの紹介するビジネスは儲からないって発信してるんですよ。なんでと？俺はすぐに調べると簡単に引っかかるくらい拡散されていて。光一って人が進めるネットワークビジネスは儲からない。みんな騙されてはいけない。100万円儲けた？
借金がどんどん増えてるよ。えぬくそ野郎、すぐに DM してやる。熊本さん、デマを流すのはやめてください。これ以上続けるなら訴えますよ。裁判になればもっとお金がかかることになります。それでもいいんですか？あなたは光一さんですか、それとも山口さんですか？今はそんなことどうでもいいでしょう。第一、稼げなかったのだって熊本さんの実力不足ですよね。人のせいにしないでください。それじゃあ直接お会いしてこの件について直接謝罪するというのはどうでしょうか？いいですよ、この前の喫茶店で会いましょう。またお会いできましたね。逃げられるんじゃないかと思ってました。何言ってるんだお前は。そんなことはどうでもいいから、あの発言について訂正文を出せ。それとこいつは誰だ、こんな時に友達でも連れてきてんのか。訂正文は出しません。それにこの人は友達なんかじゃありませんよ。私こういうことをやっています。弁護士？なんで弁護士がこんなところに。あなたのことは何と呼べばいいですか、光一さん、それとも山口さん。以前から光一という人物に騙されたという相談が何件か来ていまして、さらに光一さんだと名乗る人からも無断で自分の顔と名前を使われて自分の評判に傷をつけられたという相談も来ていたところに、熊本さんから詐欺にあったかもしれないという相談が来まして、全てがつながったんですよ。俺は何も知らない。ただ熊本が謝罪をするって言うから来ただけだ。この件について直接謝罪するとは言いましたが、僕が謝罪するとは一言も言ってませんよ。謝罪するのはあなただ山口さん。俺は謝罪するようなことは何もしていない。いいえ、特定商取引に関する法律33条の2に勧誘者の氏名を明らかにすること、勧誘するときは事前に知らせること、先に商品やサービスの種類を説明しなくてはならないことが決められています。熊本さんの話を聞いた限りでは、あなたは光一さんとして会う約束をしていて、相談に乗ると言っていたのにネットワークビジネスへ勧誘をし、よく説明もせずに契約させましたね。他の人は光一さんと契約したと信じている人もいますよ。これでも謝罪することがないと。申し訳ありませんでした。山口さん、頭を上げてください。そんなことをしなくていいんです。許していただけるんですか。そんな都合のいい話はないでしょ。これだけ被害者がいて土下座だけで済むと。僕は山口さんの反省していない態度を見て今日告訴することを決めたので、謝られても困ります。そんなことってないだろう。それじゃあ山口さんに被害者全員へお金返せるんですか。せいぜい被害額の1割2割くらいしかお金として入ってきませんよね。それはできません。それじゃあ訴えるしかありません。ここの代金は僕が払っておきます。それでは。待ってくれ。こうして俺はわずかばかりのお金を得ようとしたために自分の人生を棒に振った。もともと俺の人生に大した価値なんてなかったのかもしれないが、今回の件で少しは使ったお金が返ってきたし、この事件について雑誌に情報を売ったりしたら結構いい金になったぜ。ありがとうな山口。あ、ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。